4番川西孝之、さらに7番若原秀信、中部ラインの上昇を突っ張りまして、5番添田隆二、主導権渡さず、1番小林博俊、3番北沢勝弘、そして6番鈴木義孝、南関関東ライン4社結束の形で残り1周半。そして2番岡田大門はもう一度5番手から巻き返す機会を伺いますが、ペースは5番添田隆二が握る形、ホームストレッチ仕掛けます。2番岡田大門、出足は良好な感じで、さあ5番の添田の4番手を収まろうとしているが、4番川西が切り替えています。7番の若原がその後5番手、岐阜勢士5番手、先頭は突っ張り先行5番添田隆二、後ろは1番小林博俊、3番北沢が3番手で、あとは4番手割り込む形で4番川西孝之が直線肉薄してきます。さあ先頭は5番添田、4番手から縦足を伸ばす4番川西孝之、しかし5番添田隆二降臨、2着1番小林博俊しのいで、